はいはい。さあ、今日はですね、またなんですけど、妻と息子出て行きました。しかも今回、ちょうど今日なんですよ。息子に関してはまあ夏休みということで学校もお休みで、僕と一緒に過ごさない時間がね、ここから1ヶ月近くなんですよ。息子実はサマーキャンプに参加することになって、1ヶ月一緒にいれないんでどうしようと思って、もうめちゃくちゃ今日寂しい夜だなと思って、どうしようかなと思った時に、あのね、もう一人寂しい男がいまして、ハンバーグ師匠なんですけど、それで2人で飲もうってことになりました。あのサントリーさんの、ご協力をいただいて、2人で今日は美味しくお酒を飲んで寂しい夜を埋めたいと思います。いきますか。じゃあ、できました。
刺身が食べたい。買ってきましたね。買ってきた。飲みたくてしょうがないですね。いただきますか、早速ね。ね、乾杯しましょう。やっぱグラスに氷入れて、はい、この氷に当たらない感じでグラスに注ぐと。はい、いただきますか。どうも。よっしゃ。はい、ありがとうございます。はい、うまいっすね。うまい、最高っすね。で、なんか柚子感と炭酸をアップしてます。ああ、なるほど。で、新しい感じなんで、爽快感がアップしてます。なるほど、うまいわ。うまいっすね。うまい。食品をいただきますか。師匠、作ってくれた。飲まなくていい。まあ、いただきます。いただきます。俺の兄さんがさ、ドラマの中止だったじゃん。そうっすよ。で、そのタクシーで見たんだろ。見たんすよ。最高だな。何がさ、俺の誕生日で見たとんでもないバースデープレゼントじゃん。いいね。びっくりしましたよ。そういうの聞いてんの知らないから、私今日中止で、離婚しようよってドラマで、まあ、彼女がすごい熱量高くやってるの知ってたね、この作品。だって今もうランキングも高いし、本当にそれぐらいの、まあ、プレッシャーもあったと思うけど、みんなに見てほしいって思い知ってたから、俺もあヒットしてほしいなと思って、で、1話見ました。で、1話見て、面白いな、ミュニニオンみたいなと思ったら、タクシーのキスシーン怖くて、見てないの、1話までしか。え、この超子なのと思って、なんかすごい1話はコメディのなんかワンつって、いやいやっていうのだったんだけど、いきなりなんかタクシーで1話で救助したの？1話じゃないです。タクシーで、あ、この先に予告みたいなんで、あー、そういうことか、こういうシーン出てくるんだ、今後あるのかとか、そういうことで、あんだと思ったら、急にちょっと、そしたらその中以上のこともあんじゃねえか。いや、なんかさ、もうそれ知っちゃうとまず家で見づらいわけですよ。あ、そうか。一緒には見づらいじゃないですか。だって別になんか何とかじゃなくても、そのその、いやいや、それどうしてお互いのやつを見るの？基本見ないです。例えばさ、長尾くんがやってるドラマがあるじゃん、はい、それが、まあ、オンエアがあるとするじゃん、その時間一緒にいたとして、家に。僕はね、あんまり一緒に見たくないんですよ。だから自分一人で見たいし、うん、それで感想を求められちゃったり、求めるのも嫌じゃないですか、お互いの。じゃあお互いのアドバイスみたいなのない？全くないです、それ全くないです。言われたら腹立つ。腹立つしはしないけど、そこはもう介入しない方が、なんか良くないですか。だって言われたら嫌じゃないですか、奥さんに。そのうちの奥さん本当にもう全然違う、本当に好きなんだよ。いや、でも師匠より大谷翔平さんが好きだって言ってました。あのさ、大谷翔平に腹立つって言ってるのもやばいじゃん。やばいです。大谷翔平誰も勝てるのさ、そのなんか嫉妬がうるさいです。もうライブも毎回来るのよ、ジュノミさん。あ、まあでも僕も舞台やるって言ったら、それ見に来ますよ、どっかでね。それは、来なかったら寂しくないですか、それで。いや、それは、役者さんがやる舞台ってさ、一月公演とか、俺らがやってるライブってゲストで呼ばれていくから、もうその日だけなの。ああ、なるほど。ああ、そっか。で、この間、大宮でライブだったの。ジュノミさんの大宮のライブで。セカンドっていう番組があって、はいはい、それで一緒になった囲碁将棋っていう後輩がいるの。囲碁将棋が大宮が主戦場だから、大宮の吉本の劇場で呼ばれてゲストに行ったの。そこにも来るし。それで見て、でもそこで終わったら、どんなに自分的に手応えなくても褒めてくれるってことですか。あ、今日ちょっと甘いだったなと思っても、おしゃかったよってことですか。ちょっとやったんで。かっこいい。急にかっこいい。手順爆笑。マジですか。マジですか。飲んだことあるんですか。飲んだことある。酒好きですか。お酒好き。僕は飲むこと好きです。これさ、俺でもいいのって思うのは、7パーでいいの。アルコールか。うん。7がちょうどいい。7がいい。7がいい。またさ、師匠が言っててさ、まあ、これ麻婆豆腐とか、うん、ちょっとこう、濃いめのものとか。あ、やっぱ濃い飯が合う。合うっすね、うん、美味しいし。でも、なんかジンソーダとかジンのお酒って合
ちょっと飲めるくらいな人相だからさ、で感覚だったのかな。家で飲めるからいいっすよ。家飲み好きじゃないですか。その飲みたくなる時はいつなんですか、市長の中で。まあでも基本毎日か、市長毎日晩酌するからね。特に今日こうちょっと飲みたいなみたいな。あ、受けてるんだ。ダメだって言うより受けてるのが、ダメだって言うのも両方の僕とかは芝居して、まあ、あーそういうの聞きたいね。なんかやっぱあるんです、台本読んで、あ、ここは絶対もう決めなきゃダメだな。すごい、ここの芝居は絶対決めないとダメだよなってあるんです。それをやりきった時はもう終わったっていうので、知ればきついっていうのが自分の中で良かったっていう時って言うと、良かったやりきっただけで良かったじゃないと帰らない。俺も今出してみたけどちょっとキャラじゃない、キャラじゃない、ね、自分でだってさ、そこは決め、あ、もう OK が出ない、もう一回いいんですかね。そうそうっす、そういうことっす。いやだけど役者まあ、多分みんなそうです。そうなの？みんなそうっていうか、ある程度台本読んで自分の中でもう描いてるものがあるじゃないですか。そこに自分がいけるかどうか、その感情がすごっ、あ、乗ったなと乗ってないなと、もう明確に分かるから、乗ってなかったらごめんなさい、もう一回やらせてくださいみたいな。それは時間もあるし、限られた中でやんなきゃいけないけど、でも監督 OK 出てるよ。監督 OK でも今多分監督が OK で、役者がもう一回やらせてくださいね、あ、いや、俺 OK 出したら OK だって言う人がまずいんです。あ、じゃあもう一回やってみましょうっつって、よりいいものを多分、なるほど、本人がそう言うんだったらさらにもしかしたら出るかもなとか、すげえすげえっていう話なんで、寂しい夜が生まれましたよ。息子1ヶ月いないんですよ、初めて。これなんかもう心配で、僕も本当はついに行かなかったんだけど、今ドラマ中だから行けなくて、で、まあ、ママが私行くって今ちょっと休んでから、はい、だから可愛い子っすか。いや、めちゃくちゃ可愛いっすよ。どういうことっすか、息子可愛いの。めちゃくちゃ可愛い。めでてる、めでてる、めでてる、まあ、そう可愛いっすよ。あ、そう、男の子でこんなに可愛いから、いもちろん男可愛いんだけど、女の子だったら本当に可愛くてしょう。何もこう使わせたくないというか、分かる。俺抱っこしていいですかっていう気分なんですよ。いや、だと思う。分かる。だから僕、いや男だから別にですよ、俺。だから、お嬢さんじゃないですか。そう。師匠は。そう。だから、そしたら嫌だと思う。すごい嫌だ。触られたくないから。僕もそれ分かる、すごい。あ、分かるんだから、抱っこしていいですか。嫌ですよ。だから、やっぱ、しょうがない。はい、はい。それは分かりますね、僕も。バイク乗れるのも嫌じゃん、勝手に。あ、そう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 、それに近い。そうそう、じゃあ今日もう一軒行きますね、うん、いや、即答。こんな、もう一軒でこんなすぐ決まるの。もう一軒行こう。というわけで、僕のね、はい、チャンネルの方に、まあ、師匠来ていただいて、楽しく飲みながら語り合いましたけど、どうしたらその作り話題何締めかけてね、さんとさんのご協力と楽しい飲み会ができました。ありがとうございました。したでも本当美味しかったんで、はい、ぜひ皆さん詳しく概要欄に載ってますので、ね、チェックしてみてください。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。もしよければチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。それじゃあ皆さんも素敵な一日をお過ごしください。素敵な一日をお過ごしください。じゃあねー。10! そうそこ、そのタイミングです。な中尾さんさん秋吉さんさんきつねさんさんな中尾さんさん秋吉さんさんきつねさんさんきつねさん。